藤子 F、藤尾の SF 短編ポストの中の明日。ポストの中の明日は、藤子 F、藤尾の漫画短編。未来予知をテーマとした SF 短編。1975年、週刊少年サンデー18号初出。1984年に藤、藤子藤尾少年 SF 短編集、天ン虫コミックス第2巻に、表題作として初収録。 以降2010年現在までに7つの短編集に収録されている。1990年には藤子 F、藤尾の SF 短編シアター内の一編として OVA 化されている。主人公市川は以前から既視感を持つことがよくあった。ある日彼が自宅のポストの中から新聞を取ると、それは明日の新聞だった。彼は偶然にも今日の新聞が 明日の新聞に見えてしまう不思議な能力を得て、明日の出来事を知ることができるようになった。だが、明日、起きることが分かっても食い止める術を持たず、かねてから計画していた青木が原樹海へのハイキングで、友人たちと共に遭難してしまうという、明日を知った市川は必死で、友人を説得し、ハイキングを中止にさせようとする。しかし、結局、無駄骨に終わり、彼らは、 市川の見た明日の新聞の通りに遭難してしまう。雨が降り始め万作突き疲れ果てた時、市川は森の外れに朝日が昇る光景を目の当たりにする。明日の朝に昇る太陽が今日、今に見え始めていることを知った市川は気が狂ったのかと引き止めようとする仲間たちを振り切って日の昇る方角へと駆けていく。その読み通り、市川たちは無事、 受海から抜け出して参道へ戻ることに成功した。それ以来、彼の中から明日を予知する能力は消えうせたのだった。藤子、F、藤尾の SF 短編シアター第2巻収録。以下の短編集に収録されている。突起のない限り藤子、F、藤尾名義、小学館館。ありがとうございます。